ロボットの反逆は、イギリスの SF テレビドラマシリーズ、ドクター・フー・シーズン12の最初のストーリー。イギリスでは1974年12月28日から1975年1月18日にかけて BBC1 で放送された。本作からシーズン13、モービアスの脳までは日本でも放送されており、 本作は1989年6月7日から6月28日にかけて NHKBS2 の衛星子供劇場枠で放送され、日本で最初のドクター風の放送となった。トム・ベイカーが4代目ドクターとして全編にわたって登場した初めてのストーリーであり、イアン・マーターも新コンパニオンのハリー・サリバンとして初登場を果たした。本作の舞台はイングランドである。 研究所の管理者、ヒルダ・ウィンターズが、実験用ロボット K1 を使用して、核兵器を解放し、自らの思想を世界に広めようと画策した。ロボット3代目ドクターから4代目ドクターへの再生に際して、番組の制作陣も交代していた。長らくプロデューサーを務めたバリー・レッツは、4代目ドクターへの再生と、本作をもってその座を降りた。 彼の後任はフィリップ・ヒンチクリフであった。ベテランの脚本編集であったテランス・ディックスも後任のロバート・ホームズへその座を譲った。ホームズはシーズン6から脚本を担っており、彼が担当した作品にはザ・クロートンズやザ・スペース・パイレーツ及び三代目ドクターの最初の物語スピア・ヘッド・フロム・スペースがある。ディックスは脚本編集としては番組を去ったものの、彼は 脚本家としては、制作陣に残っており、四代目ドクターを迎える、最初のストーリーは、彼が脚本を担当した。本作の脚本を担当したテランスディックスは1968年に、脚本編集アシスタントとして加わり、すぐに、脚本編集の地位についていた。彼は本作を執筆するにあたって1933年の映画、キングコングに大きく影響を受けた。 元の脚本はトム・ベイカーが四代目ドクター役に決定する以前に書かれており、そこでは年配の俳優を復帰させることの議論がなされていた。アクションシーンを裁くためにはより若いキャラクターが必要とされ、ハリー・サリバンが登場した。彼は前話プラネット・オブ・ザ・スパイダーズで言及されていたものの、本格的な登場は今回からとなり、 レスブリッジスチュワートジュンショウが彼に電話して、ドクターの医療援助を求めた。ディックスは3代目ドクターの最初のストーリースピアヘッド、フロムスペースを執筆しており、再生直後の4代目ドクターも3代目ドクターと同様の行動を取るシーンが見受けられる。例を挙げると、回復のために病院へ向かい、病院のガンを羽織って脱出し、新生ドクターのコスチュームに着替え、 変化を鏡で確認し、ターディスの針を靴の中に保管するというものである。これらの要素は、俳優が交代しても視聴者が置いてけぼりにならないよう配慮したものである。トム・ベイカー3代目ドクター役であった、ジョン・パート・ウィーンが役を降り、4代目ドクターをキャスティングする必要があることは事前に周知されていた。トム・ベイカーは、当時俳優としては失業中であり、建設会社に勤務していた。 彼は BBC でヘッド・オブ・シリーズ e l s の T にいたビルスレーターに手紙を送って職を求めた。ビルはベイカーにドクター o の当時のプロデューサーであり4代目ドクター役を探していたバリー・レッツを提案した。レッツは映画シンドバッド黄金・オーゴンの公開におけるベイカーの演技を見て彼を4代目ドクター役に任命した。今後ベイカーは7シーズンにわたって ドクター役を演じ、これは2005年以降の新シリーズも含めて、歴代ドクター俳優の中で最長である。それまでの一般的な BBC のテレビドラマでは、屋内での撮影に磁気テープ、屋外ではフィルムが用いられていたが、本作では全編を通して磁気テープによる記録が行われた。これは、ドクター風でも初めてのことであった。 磁気テープが利用された理由は、ロボットに対する特殊効果が多く、フィルムよりも磁気テープの方が編集が容易であり、さらに映像も説得力を持ったためである。事実、1974年のインベージョン・オブ・ザ・ダイナソーズで制作人は、フィルム撮影での特殊効果に苦労していたという。撮影は、ウスター・シャーのウッド・ノートンに所在する BBC。 エンジニアリングトレーニングデパートメントで行われた。監督クリストファー・バリーは本来その地下施設での撮影を計画していたが、施設側から拒否された。BBC が行ったアンケート調査によると、約30%の視聴者が番組を間違いなく面白いと評価し、間違いなく面白くないと評価した視聴者は少数であった。新しいドクターについて、 慣れるまで時間がかかると回答した視聴者も多かった。一方、若者の視聴者の大半は本作について、高評価した。新生ドクターを批判する声もあったものの、これはこれまでのドクター俳優の交代の際にも上がった、声であった。ラジオタイムズのマーク・ブラックストーンは、ベーカーの導入とロボットのコンセプトに高評価した。一方で、悪役を、ステレオタイプ的と低評価し、 ロボットの視覚効果をシリーズで最悪と酷評した。イグンの評論家、アーノルド・ブランバーグは本作を10点満点中で7点と評価し、その成功をベーカーの手柄とし、壮大な結論を示そうとすると、物語は失敗すると述べた。ニック・ライオンズの DVD トークでは、オリジナリティはないかもしれないが爽やかなエピソードであると評価されている。ありがとうございます。